どうもこんにちは、バンドウですで。今日はですね、ある買い物をしたので、その商品の紹介とその性能のね、検証を行っていってみたいと思います。本日紹介する商品はこちらです。ズームのハンディレコーダー、H4N Pro。先日来僕が何度か商品の紹介をさせていただいているハンディレコーダーの AC アダプターです。型番はですね、AD14A すら デーというようよな商品ですな AC アダプターのね、商品レビューなんかしてどうすんのと。開封レビューなんかしてどうすんのというふうに思われるかもしれないですけれども、これにはね、理由があるんですよ。まず、先日来より使っているハンディレコーダー、Zoom の H4N Pro ね。こちらですよ。こちらなんですけれども、今現在の録音モード、録音状態はこの辺にテロップで載せておきますね。マイク入力レベルは100。 ズームのレコーダー使っておられる方ね、マイク入力レベルは最大の方がね、結構多いみたいですね。あと、コンプレッサー、リミッターの類は全部外してあります。つまりもうすっぴんの状態ということですね。で、何がしたいのかっていうと、AC アダプターを使って録音してみたいわけなんですけれども、やはりですね、AC アダプターを使うということは、ノイズ、これの、ね、リスクがね、伴ってくるわけですね。でそれで 今これは電池で動いてます具体的にはエネループですエネループで動いてるんですけれどもその状態はおそらく非常にいい状態だと思います電池でね録音するっていうのはこういうハンデレコーダーの類はなんですけれどもどうしてもねやっぱりね AC アダプターがね使いたいシチュエーションがね出てきました長時間例えば電子工作のね動画を撮影したりであるとかいう時にちょっ 電池がね持たないんですよ結構ねこの H4N プロ電池をね食うみたいですねっていうのも僕がそういう設定にしてるからっていうのもありますねこのバックライト常にオンにしてるんですよこの液晶がねやっぱりちょっと見にくいっていうのもありますしっていうのもあってそうですね満充電で4時間ぐらいでもうなくなるような印象ですかねなので録音できてなかったと。 いう,ようなリスクを、ね、どうしても避けたいそのためには AC アダプターをというふうにね思いましたもちろんね録音できてなかったっていうリスクはね他にもいっぱいありますよ SD カードの、ね、容量の問題これがまた一番大きな問題ですよねとまあそういうリスクはあるんですけれども電池がなくなったというリスクを回避するこれもね重要なことですよそうなってくるとこの AC アダプターを使った時に ノイズが乗らないかどうかこれのね検証をやっていってみたいと思いますそれでは開封やって <laughs> しょうもな、はいこれだけのもんですよちっさいですね <laughs> いやー最近 AC アダプターちっさいですよね昔はね電源って言ったらねでかかったんですよいやーほんといい夜中になりましたですよしかも こういういノイズを考慮しなければならないような AC アダプターでもこのようなサイズ昔はねスイッチング電源って言ってですねそりゃあもうノイズの多い電源がねあったんですよなんだけれどもコンパクトっていうねそれが今やもうこれですかうんまあとりあえずやっていきますそれでは今電池の録音状態ちょっとね静かにしてみます はい、それではですね、一旦レコーダーを停止します。電源を挿します。はい、これで正真正銘、AC アダプター駆動です。それでは録音してみます。それでは録音してみます。録音スタートしました。はい、今ですね、AC アダプターを 使用してみたところです。そうしましたところですねこの右上の表示こちらにですね電池の残量の表示があったんですけれどもそれがねなくなりましたですねつまりこれで AC アダプター駆動であるということが確認できるようですちょっとね映しておきますね電池の残量表示が消えていることと思います音声の具合はいかがでしょうか えー、本日は晴天なり本日は晴天なりただいまマイクのテスト中です今日はねいい天気でしたよちょっとね静かにしてみます いかか。がでしょうかちょっとねまだヘッドホンとかできちんと音を聞いてみないと何とも言えないんですけれどもどのような結果が出たのかね楽しみですよ。ではちょっと一旦ここで動画は締めくくらせていただきますけれどもこの辺にね検証結果は載せておこうと思います。それでは今日はこの辺でバイバイ。